最高峰に3番の山中浩一です。初日も短期の競争でしたが、ここも短期で今日は何とかしたいところでしょう。3番の山中浩一です。残り2周の赤番です。ゆっくりと1コーナーからセンター、ちらっと後ろを振り返った5番の斉藤和也、2番手1番の吉田雄三です。6番の野口周平が中段から上がってきました。5番の斉藤を抑え込んだ6番の野口、マーク2番の松井社長です。4番の長谷川と南関勢、3番の山中が4番手、下げた5番の斉藤和也、5番手からの巻き返しです。前の野口もペース上げている。バンター2番の松井社長、その横まで5番の斉藤和也が上がってきている。さあインコース6番の野口のスピードどうか。横5番の斉藤和也が並んできました。インから6番の野口が踏ん張って突っ張っていく。横5番の斉藤はどうか。斉藤はちょっと苦しい状態、わずかに後退中です。先頭6番の野口、2番手マークに2番の松井、そして4番の長谷川、南関勢、直線コースにありました。6番の野口先頭だ。さあ内からは4番の長谷川ですが、6番の野口、最後は内から長谷川も突っ込んではきた。